はじめさとしは日本海軍の練習官。艦名はことを開き始めて速やかに行うという意味。司教にはじめ貧海紅葉用玉物しか実るとあり、これから艦名を取ったと思われる。カナダで建造された木造帆船で春光年等は不明。明治4年に日本海軍が購入して春風丸と命名、運送船として使用された。 1873年に、はじめさとると改名、西南戦争では、輸送任務を行った。1877年以降は練習船任務につき、1879年にはじめ便と改名した。1886年配管、船体は、海兵団などで使用され1896年11月に、売却が認挙された。三小バーク型の帆船、 用目標の値は主に公文書による。その他の文献での用目は以下の通り。元ロシアホブネユトラーで明治4年6月27日にイギリス人から購入し春風丸と命名した。海軍省報告書によると6月27日に英国バルクセンユドラー号をベーヤ氏から購入し春風丸と解消したとする。7月9日に暴風に襲われたが、 春風丸に被害はなかった。7月18日石炭輸送のために、唐津への開港が命令された。11月10日再び唐津への開港命令が出され、11月18日、出港した。明治5年1月25日、春風丸に対し、唐津から兵庫への石炭輸送と同時に、鹿児島からの火薬輸送も命ぜられた。百七十三年二月二日、 大阪丸、春風丸は、軍務局所管から、提督府所管となったが、3月13日に、軍務局に戻された。1873年に、お召し小船は宮内省から海軍省へ移管。宣明はなかったが、明治天皇の意向で5月2日春風丸と、命名された。そのために同日、運送船春風丸は、はじめ里島丸に改名された。10月2日に、 はじめさとしまるは暴風に愛損傷。11月以降、長崎製作所で修理を行った。11月4日、はじめさとしまるは会計局の所轄となった。翌1874年1月9日に修理は完了した。1874年5月、修理の申し出があり5月31日、はじめさとしまるは石川島へ栄光された。当時の石川島は、 工事が服装しており、修理完了は9月以降になった。1875年2月3日、はじめさとしるは練習戦と定められ、低徳府所活となった10月28日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中村倉之助少将、西部指揮官は伊藤助丸少将が任命され、日清、春ス浅間、第二堤防、モ春、千代田型、 はじめさとしまる、海風丸は、西武揮官所轄となった。1876年2月20日、練習船から輸送船と変更された。熊本県下に、陸軍省の部品を輸送することになり、はじめさとしまるは10月24日、熊本に、到着した。島原では、熊本の賃台で火事が起きたなどのデマがあり、はじめさとしまるは同地に開港した。11月に、 鹿児島に開港したが、損傷箇所があり鹿児島造船所で修理を行った。その帰路には座礁した運用の大砲などを運搬することになった。1877年1月17日午前に神戸港を出港し、18日午後に那智勝浦に到着した。2月3日、機器の搭載を終わり、運用乗員も便乗し午前8時30分に片村を出港。 下田港を経由し、2月13日午前11時50分に横浜港に到着した。2月16日に横須賀へ開港、同地で運用の機械類を揚陸した。はじめ里島ルは同地で修理を行い、3月17日完成した。1877年の西南戦争では輸送任務に従事した。3月後半。 はじめさとしまるは、鹿児島造船所の地金などを輸送するために、開港することになり、4月15日横浜港を出港した。なお、温給所訓練課算調査では4月16日に出港としている。はじめさとしまるは5月6日午前に長崎を出港、5月10日午後4時に鹿児島に闘病した。 はじめさとしまるは、鹿児島を8月17日午前1時に出港。8月28日午後8時に、シナ海に到着した。9月11日横須賀に開港。搭載物件を擁陸した。ここで、これらの疑いのある乗員が出て、9月24日に、はじめさとしまるは、横浜港に開港。10月14日改めて横須賀に入港した。 1877年9月25日に、東海守府諸葛の運送船、はじめ里島るは練習船に指定された。1878年1月17日、東文圏兵学校諸葛の練習船に指定され、1月22日に、東海守府から海軍兵学校に引き渡され、1月23日午後1時に、横須賀を出港し品会に開港。 2月3日海軍省内堀に到着した。ただ練習戦とするにはマストを3本とも交換するなどの大規模な修理が必要とされ、修理着手から完成までは4ヶ月が見積もられた。はじめさとしるは3月19日から横須賀造船所で修理に着手、また6月21日に修復艦と指定された。なお4月11日、 はじめさとしまる用のいた武器庫や二棟を陸上に建築することになり、10月に探偵五隻を搭載することになった。1879年中は修理を続けた。7月4日、はじめさとしまるをはじめ便と解消した。1880年1月22日後当間に定められた。9月17日にはじめ便乗員は、 東海守府所轄とされた。1882年2月24日、はじめさとしは公開練習館に指定され、4月27日、館位を4等に改められ、定員も改正された。水平募集のために、6月25日品会を出港、7月20日、佐賀の席に到着した。佐賀の席を9月11日出港、9月18日、 長崎港に入港した10月3日から11月30日まで、長崎港作文局で修理を行った。12月19日長崎港を出港し、12月27日品海に帰着した1883年2月9日から6月20日まで、横須賀造船所で修理。9月22日に品川を出港し、午後立山に到着した。9月26日同初発。 28日清水機。10月13日清水発、浦賀や品川などを航行し、11月13日、立山湾に到着した。11月18日立山湾発、同日浦賀に寄港した。艦隊が普及し軍艦のようにこらえなくなり、1886年3月15日に廃艦にされた。その後、船体は浦賀東栄の付属とされた。 1889年5月13日には、公開運用術練習つくばの付属、1890年1月8日に、武蔵の付属、同年8月27日に、横須賀海兵団付属とされた。1896年11月5日に、旧はじめ便売却の上進があり、19日任居された。日本海軍士第9巻の召喚履歴及び、 漢方に基づく、ありがとうございます。